はい、今回の動画は、Excel のおすすめのアドインで、シート内に地図を挿入することができるビングマップというアドインをご紹介します。それではね、早速、じゃそのビングマップをですね、まずは Excel の方にね、導入してみたいと思いますんで、左上のファイルのところをクリックをしてもらって、このアドインを取得というところをクリックします。はい、で、次にですね、この検索のところにビングマップというふうに入力をしてください。なので、B、b-i-n-g カ、まあ、カタカナでマップはいそうするとこのビングマップというのが検索に引っかかってくると思いますんで右側の追加をクリックをして続行をクリックしてですね Excel の方に追加をしてください。はい、でビングマップの方をですね起動するとねこういった画面が表示されますんでこのビングマップへようこそというところはですねこの右上の×をねクリックして閉じます。 で次にねこのビングマップのね使い方もね簡単にご紹介したいと思うんですけどももうすでにですねこのビングマップを挿入した時点でね今これは名古屋市という形で表示されてますけどもこの中のところをねドラッグしてもらうとねこういった形で,ですねまあ地図がね表示されていますのでまあこれでね表示したいね位置にですね持っていってもらってもいいですしで今回はねこの左側のところに東京駅でその下にね東京駅の住所をねデータとして入力してありますけども こういったね、エクセル内にあるですね、住所のデータを使ってね、地図を表示させることもできますんで、そういった場合はですね、まず画面の上のね、こちらのマークのところですね、マウスのポイントを持っていくと、フィルターというふうに出ますんで、こちらをクリックをしてください。で次に、この下のね、データの選択というところをクリックをしてもらって、そのね、表示したいですね、地図の位置のですね、データが入っているところですね、まあ、今回この東京駅とこの住所のね、セルですね、こちらを選択をして、これで OK ボタンをクリックします。 はい、そうすると今回で言うとこの東京駅のですね位置がですね地図で表示されますんでちょっと、ね、拡大されちゃってますんでその場合はねこのマイナスのところをクリックすると縮小とかね逆にプラスのところで拡大をすることができますんで、まあ、今回で言うとこの東京駅の位置をですねこの地図上に表示させることができましたであとねこのビングマップはですねこの地図の表示ではなくて航空写真にも切り替えることができますんでその場合はこの上の歯車のマークのこの設定のところですねこちらをクリックをしてもらってこのマップの種類というところですね 今ね、こちらは道路になってますけども、航空写真にしたい場合は、この下のね、外観っていう方ですかね、こちらにね、チェックをつけてもらうと、こういった形でですね、地図を航空写真にね、切り替えることもできます。なので、この Excel 内にあるですね、住所のですね、位置をですね、分かりやすく地図でね、表示したいといった場合に、この BingMap っていうアドインですね、使ってもらうと便利だと思います。それでは今回の動画は以上になります。今回も動画を最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。